こんにちは、いちごからの桃、いちこと申します。お願いします。今日はですね、この前ジャンプショップで購入したものになるんですけど、こちら爆豪かつきのスパイシーカレー、これを食べていこうと思います。この中にはこんな感じでカレーと付属のガラムマサラが入っていました。これでね、辛さを調節するみたいです。楽しみ。このオリジナルステッカーはこちらの動画で開封しているので、まだ見てない方は概要欄から飛べるので見てみてください。このね、どれかが入ってました。お召し上がり方、レトルトパウチを熱湯に入れ5分から7分間温めて熱い間にお召し上がりください。開封時は熱くなっておりますのでご注意ください。電子レンジの場合は袋の中を深めのレンジ対応の耐熱容器に移し替え、なんとかって書いてますね。ガラムマサラは別袋となっております。お好みに合わせて少量ずつ加え、辛さと風味を調節しながらお召し上がりください。楽しみ。今日は熱湯に入れて5分から7分温めていこうと思います。よし、じゃあ用意します。はい、じゃあお湯が茹でれたので入れていこうと思います。入れます。はい、これで5から7分って書いてあったので、私は7分待とうと思います。楽しみ。5、4、3、2、1。はい、タイマーが鳴ったので火を切って、これからお皿に盛り付けていこうと思います。はい、こんな感じです。どうでしょうか。見た目はね、普通のカレーそうなんですけど、こちらが爆豪かつきのスパイシーカレーになります。これがね、入ってるんですけど、とりあえず何もかけずに食べてみようと思います。いただきます。ちゃんとね、具とかも入ってて、すごい美味しそうです。美味しい。なんかね、ガラムマサラ入れてなくても、ちょっと辛めのカレーになってるかもしれないです。じゃあこちら入れていこうと思います。最初はね、ちょっとずつ入れようと思います。あ、なんかすごいいい香りします。どれぐらい入れよう。3分の1ぐらい入れてみます。これを混ぜて、香りはすごいいい香りします。結構辛いのかな。食べます。なんか風味は変わったんですけど、あんまり辛くないかもしれないです。ちょっとだけだったら。お水のね、入ってるコップも色赤です。なんかあんまりわかんないので全部入れてみようと思います。いけでね、すごい辛かったらどうしよう。はい、ガラムマサラ全部入れました。かっちゃんがね、辛いもの好きだから、私もほんと好きになりました。もともとね、好きだったんですけどね。じゃあ食べます。ちょっとだけ辛くなりました。でもすごい美味しい感じの辛さで、めちゃくちゃ食べやすいです。さすがね、ジャンプショップさんの商品だなって感じですね。めちゃくちゃ食べやすいです。私みたいに辛いの好きな人だったら、全然もうちょっと辛くても大丈夫って感じなんですけど、多分辛いのちょっと苦手かなみたいな方もこれで調節して食べれるようになってるので、めちゃくちゃいい感じで、すごい美味しいです。ほんとね、肉とかじゃがいももしっかり入ってます。すごい美味しいんだけど、肉もね、柔らかくてめちゃくちゃ美味しいです。これもう一個食べたいぐらい美味しい。さすがかっちゃん、これ全然全部入れて正解ですね。本当にいい感じの辛さ、しかもちゃんと辛いところがまたいいですね。面白い。今後もこういう商品作ってほしいですね。絶対美味しいもん。結構サラサラめのルーかもしれないです。
食べ続けてたら結構辛い。え、なんだろう、このなんか嫌じゃない辛さなんですよね。絶妙な感じの。本当にすごい。これはね、即完売しちゃったんでね。即完売レベルの感じです。何言ってるか分かんない。ハロウィン近いので、ローイン仕様のかっちゃん置いてみました。これはね、チャップショップで買ったアクスタです。え、辛い。体が熱くなってきました。めちゃくちゃお腹空かせてたから本当に美味しい。鼻水出てきた。うん、辛いでも美味しい。はい、ごちそうさまでした。ってことでね、今日は爆豪かつきのスパイシーカレー食べてみました。量もねちょうど良かったです。でも全部食べきったらすごい体熱くなりました。最初ねもうちょっと辛くてもいいかもって言ってたんですけど、全然辛かったです。またねスパイシーカレー発売されたら絶対買いたいと思います。次はねご飯じゃなくてなんとかで食べたら絶対美味しいなって思いました。あとはまた食品系出たら食べてみたいなって思います。ありがとうございました。はい、それでですね、今通販で10月19日からひろあか店のグッズの自己受注が始まりました。結構グッズたくさんあって、どれ買おうか悩んでる方がいたら、よかったら私のひろあか店で買ったグッズの開封動画があるので概要欄に貼っておくので見てみてください。私は東京会場しか行けなかったので東京会場のグッズのみの開封にはなるんですけど、よかったら参考にしてみてください。今日もご視聴いただきありがとうございました。また動画撮ります。じゃあねー。